どうも皆さん、こんにちは、ひのです。皆さん、ポケモンレジェンズアルセウスやってますか？ということで、今回なんですけど、海外の方でね、色違いに関する裏技が発見されたので、今回は皆さんにそれを紹介していきたいと思います。はい、ということで、どういう裏技かというと、色違いポケモンをね、増殖する裏技です。で、増殖って聞くとね、バグだらけスペシャルの増殖バグを思い出す方がねいると思うんですけども、こちらの方はポケモンレジェンズアルセウスの仕様を利用したものになっているので、バグではなくね、裏技という表現をしていきたいと思います。今作ね、様々なところで色違い出ます。最も出やすいのが大量発生、他にも普通に歩いてるポケモンが色違いだったりする時もあるんですけど、今回のこの裏技が使えるのは木とか鉱石とか箱とかポケモンがね隠れてるところで、この裏技はね使うことができます。で、今度がね、色違いを増殖させる裏技っていう風に言ってるんですけど、今回こちらね、色違い確定してないんですよ。で、この裏技、正確に言うと同一個体が出てくるよっていう風な裏技なんですよ。なので色違いの個体だった場合は色違いってことなんで、今回ね出すポケモンは色違いじゃないんですけど、ご了承ください。後でね、個体値見せて、全く一緒というところを皆さんにね確認していただきたいと思います。はい、ということで、やり方なんですけど、まずこういうねポケモンが隠れてるところで色違い厳選を行ってください。そこがね第一難関です。適当にね歩き回って色違いのポケモンが出るまで掘り続けるっていうことがね大事です。で、こうやって掘って、中のポケモンが飛び出してきます。そしたら、普通にね捕獲してください。はい、捕獲できました。これでね、色違いのポケモンを捕獲したら最寄りの洞窟に入ってください。で、僕の場合ね、ここが一番近いので、ここの洞窟に入ります。で、その際になんですけど、色違いが出た場所にピンをね刺しておくと忘れずにね来れるのでおすすめです。はい、そしたらね、洞窟の方に向かっていきます。はい、で、洞窟に入ったら、ここでバッグを開きレポートをします。で、この画面のままスイッチをスリープにせず、30分待ってください。で、ちょっといろいろ試したんですけど、30分じゃなくても、できるっちゃできるんですけど、確定してるのがね30分ぐらいなんで、30分ぐらいこのまま放置しておいてください。それじゃあね、30分放置していきたいと思います。はい、ということで、30分以上放置しました。これで戻ります。この星の場所に行って、岩が揺れてるか見ていきましょうか。はい、ここですね。岩揺れてるね。ポケモン出していきましょう。ゴローンが出てきました。で、このポケモン捕まえてみます。はい、捕まりました。これでね、ちょっと色違いじゃないんで分かりづらいんですけど、個体値確認してみましょうか。はい、こちら1回目に捕まえたゴローンで、30分後に捕まえたゴローンがこの隣の右のやつですね。じゃあ行きます。ボール違うの分かりますか？スーパーボールとヘビーボールで違って、個体値ね全部一緒です。本当だったらこのように全くね同じ個体っていうのはね、ほぼないというか、かなり低いんですけど、なんとこちら同じポケモンが出てきました。こちら高さ重さ全て一緒です。覚えてる技も一緒、個体値の六角形のグラフももちろん一緒になってます。ということで、この方法を行うことで、同一個体のポケモンをゲットすることができるんですよ。もしこれがね色違いだったとしたら、これ色違いの同じポケモンが出てくるっていう風な、そういう仕組みになってます。今2回目のゴローン捕まえたと思うんですけど、実はねこれ3回目なんですよね。1回ね録画ミスで消えちゃったんですけど、一番最初に捕まえたのはこのゴローン、でその次はこのゴローン、今捕まえたのはこのゴローンという風な感じで、3連続同じポケモンが出てるので、もう一度あの洞窟に戻って30分待って、ここに来てねゴローンを出すと、また同じゴローンが出てくるっていう風な、そういう仕組みになってます。これがね、もしゴローン、今回色違いじゃないんですが、色違いのゴローンだった場合、確定で色違いの同個体のポケモンが出るよっていう風な、そういう仕様を利用した裏技でした。はい、ということで、今回はね色違いのポケモンを増殖する裏技について皆さんに紹介しました。この動画がねいいなと思った方は、チャンネル登録高評価してくれると嬉しいです。それじゃあ次の動画で会いましょう。バイバーイ。